みんなさ結構分かってないんだよね。今日本なんとなくこう平穏無事に暮らしてる。でもコロナが終わったらきっと良くなるなと。でも日本のグラフ見た？ずっと上がってきたけど下がってる。つまり GDP 世界26位。じゃあここで下げ止まるかっていうともっと下がる。そうすると貧困の国に近くなっちゃう。もうすでに給食代が払えない子どもたちがいる。もちろん母子家庭じゃなくてもいろんなところでトラブル抱えてたり問題のある家が多い。そんな中でじゃあ何をどう今からしていくんだっていうことを考えてない人たちが多すぎる。僕は昔起業してあの頃の起業大変だった。でも今の起業は昔に比べればものすごい簡単。物理的な箱もいらない。インターネットの中のアドレス作ればいい、 LINE 作ればいい。そんな時代にただただこの YouTube を見ているだけ、もしくはつまらないお笑いの YouTube、 お笑いが悪いとは言わないけど、そういったものでこう一日が経ち一日が経ち、一体お餅食べてからもう何日経った？あっという間に1年が経つ。これってあっという間に2年が経って、あっという間に3年が経って、みんなこう思うんだよね。あの時こうしとけばよかった。でも後悔っていうのはしてもしょうがない。だその時に何をこう行動していくか、それをちゃんと踏み出さないと全く踏み出せない。でもそれが踏み出せない最大の理由っていうのは自信がないから。じゃあなぜ自信がないんだっていうと、それ簡単、経験や知識がないから。でも経験っていうのはやってないからないに決まってるだろう。これは当たり前。最初の一歩踏み出せないから。じゃあ最初の一歩を踏み出す最も重要なことっていうのは知識。みんなじゃあ知識はあるよと。でもそれってどんな知識？学校で習った知識？学校で英語を勉強してきました。で大学で何々勉強してきました。そんなもんちっとも役に立ってないじゃないですか。というのは時代がものすごい速いスピードで変化している。僕らの頃の知識全く役に立たないとは言わないけど、ほとんどが役に立ってない。まあただそれは知識を得るためのトレーニングはした。でもここでみんな知識を得るためのトレーニングしてきた人がほとんど。だって義務教育受けてるじゃん。高校も行ったじゃん。まあひょっとしたら大学も行ったかもしれない。まあそういったトレーニングをした結果がなぜ出せてないか。今知識を得ようとしていない。つまり今の知識がないと今のビジネスの一歩は踏み出せない。みんなはそういったことが踏み出せない。だから本で勉強した、何をした。でもこれじゃない。今からはあなたがこれから起業していくための、あなたの生活を変えるための、そういった新しい知識を勉強した方がいい。このまま日本がこうだらだらと地滑りのように下がっていく、それにつられてあなたたちの生活もどんどん下がっていく。でも日本はまだまだチャンスのある国。教育のレベルも非常に高い。だってインターネットがろくにつながらないような国もあるし、じゃあ英語も喋れないような全く理解できないような人たちもいる。もっと言えば携帯、アップルのコンピューター、こういったものすら絶望的に買えない人たちが世界中に何十億人といる。でもまだ日本はそんなことができる。それを少し活かせばきっと世界に発信できるビジネスができる時代に今なっている。僕が言うように地球は小さくなっている。ぜひその小さくなった地球で皆さんが何ができるか、これから面白い知識を蓄えて、もし何かあれば僕は今少し立ち位置を変えてそういったことを人に教えたいと思う。皆さんよくお父さんとご飯食べると、これも食べろあれも食べろとよく言うじゃないですか。まあそれと同じで僕も少し皆さんと一緒に何かができればと思ってる。そう、僕がよく言う口癖、これは何かお役に立てることがあればぜひ言ってください。これが僕の口癖です。